7時の今日の夜7時の便で日本帰るんで、今日が最後のイタリア。ホテルもチェックアウトしちゃったんで、もうこのキャリー持ったままなんですけど、またベネチア来ました。まあここで電車まで、まあ、お土産とか見たりご飯食べたりして時間潰したいと思います。この板、そう、昨日まで何のためにあるのか分かんなかったんですけど、今日来たらその水が浸水してるんですよね、こんなとこまで。だからこの上歩くためにある板っぽくて、すごいっす、水の都すごい、本当に重っきし水が入ってる。みんな長靴っていうかビニールのなんかやつを靴の上に巻いてって感じで、あれが主流なのかな。すげえ冠水してる、本当に。うわ、11月か10月からその4月ぐらいまでがその潮の満ち引きによって、潮が高い時はこうやって普通に冠水するらしいです。別に洪水とかそういう雨が降ったとかではなく、潮の満ち引きでこういうことが起こるらしいです。大変ですね、ベネチア市民は。サンマルコ広場なんですけど、もう昨日は全然だったのに、水がやばい。今日みんな長靴っていうかビニール巻きつけて、やべえ。キムで入るかな。はい、だぜ。これ邪魔だけど、初ベネチアの水うわこれちょっと俺ちょっとだけ信用してないからさ、怖いよね。本当に入ってこないかな、子供の頃思い出すもんね。いや、これ入ってきてる気がするんだけど、大丈夫かな。入ってきてないっすよ。入ってきてないかな。さすがに入ってきてる気するんだけど、どうしよう。それめちゃくちゃだな、負けろ。おいおい、いやめっちゃ水、めっちゃ水浸し。おお、すげえ。みんな結構深い。10ぐらいはあるよね。うわ、みんな履いてるよ。あれ色とりどり。え、マジで？真ん中は水がないよ。あ、そうだね、真ん中水なそうだね。ほとんど履いてるね。うわ、オレンジ合うかもしれない。いや、俺ごめん、入ってきてる気するんだけど、大丈夫かな。普通だよ、普通にビニールが当たってる気がする。あ、そういうことかな。重そうだね置く場所もあーすげえなあ。青、なんかオレンジ、ちょっといいね。面白いな。キャリー持ってる人おらんやろ。おらんねここね、サンタマルコなんちゃった。いや重そう、キャリーが。
真ん中は水が完成したらいいんだね。はい、帰るも安い。マジで？じゃあテイクアウトでいいんじゃない？テイクアウトで。お前いいね。テイクアウトとテーブルで食べると 1.1 キロ違う。テイクアウトの方が安いんだね。テイクアウトで行っちゃおうかね。パニーニ。カプレーゼだ。あ、カプレーゼだ。いろんなパニーニがあるんだね。オグレスにしようかな。あ？オグレスにしようかな。ああ。なるほど、確かに。それも美味しそうだな。あ、俺それ。あ、それ焼くんかな。また温めるのかな。温めるのか、確かに。レンジを開けましたね。あ、それまた温めてみる。あー、そうだね。で、買えなくなったわ。あ、マジで。キャッシュがジュース買おうかと思ったけど、ね、もうこれはバーあるキャンピーで、こっち行ったらバルコなんてな感じで、ドリンクを買う金がないんだよ俺は。やっとそのメッキになったのか、やっと戻りました。頼んでから結構10分ぐらい買ってるんじゃないでしょうか。Ciao! Ciao! Italia good! Su che canale mi mandi? Italia 1? Italia 1! Oh! あったかいの、あったかいんじゃない。こっちがカプレーゼか、こっちが俺のやつ。ベジタブルとカプレーゼから。どう食べる？あ、これなんだっけ？これベジタブル。ベジタブル。あ、いい匂い。マルゲリータの匂いがするね。まあチーズとトマトがあるから当然。うまそうやな。これちょっと、あ。あ、落ちた。これでもこれちょっと。ハトが来てくれたら全然、あ、来た、あー、ハトでトマト食うんかな。あ、ハトがトマト見つけたか。こいつ俺らがいるからやっぱりまだ食う。あ、来た、おー、来たすげえ。あ、食わへんのかい。あ、悪い。あ、食べてます、食べてますね。ハトが食べてますね。どう？去年、俺イタリアで一番好きかもしれない。マジで？イタリア最後のご飯です。あと数時間後の飛行機なんで、もう最後のご飯です。テラス的な感じでこのとこで食べてます。やっぱりカルボナーラが一番うまいですね。いろいろ食った中で。いや、最後の食事楽しみたいと思います。あー、駅着いちゃった。これでもう最後だ、ベネチア。しかもイタリアも最後だ、ほとんど。もう今からタクシーに乗って空港を向かいます。あばよ、ベネチア。
何だっけ、ここマルコポール空港着きました。あと1時間弱で日本帰ります。日本帰りますってか日本に帰る飛行機にまあ乗り継ぎあるんで、また行きと同じイスタンブールに行くんですけど、なあ、これで楽しみで夜も眠れなかったイタリアが終わっちゃうよ。俺独り言のつもりじゃなかったんやけど、あ、マジで